先日西郷騎士から魔獣の発生情報の提供があり、俺を含む対策本部のメンバー数人で話し合うことになった。そろそろ時間では。騎士長もいらっしゃると伺いましたが。それが朝から閣下の姿が見えないの。ベルクーリさんって最近よく遠出してる気がするけど、どこに行ってるんだ。大方見当はついていますが。遅れてすまねえな。もう始めてたか。お待ちしておりました、閣下。悪いな、果ての山脈で暗黒騎士どもの正体と一戦交えてきた。意外と手こずっちまってよ。暗黒騎士はおそらく一筋縄ではいかない相手だ。それなのに傷一つない。ベルクーリさんの実力は西郷騎士の中でもダントツに高いということか。やはりダークテリトリーに向かっておられたのですね。近頃はほとんど閣下ばかりが果ての山脈に行き、治安維持に努めておられる気がします。私たちにももっと山脈での任務を命じてくださればいいのに。ん？俺は単に肩慣らしのために山脈に行ってるだけだぜ。凍結されてた間に鈍った体をさっさと元に戻さねえと俺が足手まといになっちまうからな。それより会議を始めようぜ。なるほど、火山で発生した魔獣ですか。ああ、飛竜で別件の討伐に向かったやつが帰りに見たらしいが、山岳の東にある溶岩地帯と西の中腹あたりで確認されている。ただ魔獣の数が半端なかったようだな。一人じゃ太刀打ちできなかったみてえだ。山の麓には人村があってな、魔獣が侵入する前に全て倒してカラントを切り、発生を根本から断つ必要があるってわけだ。それで俺が討伐隊に入る必要があったってわけか。ああ、そういうことだ。なるほど、それではカラントを探すためにも二手に分かれた方が良さそうですね。どのように分かれましょう。俺とキリトが溶岩地帯に向かう。ファナティオとジョーちゃんは中腹に向かって魔獣を討伐してくれ。承知しました。ではもしカラントが西の地帯で見つかればご報告に参ります。ああ、頼んだぜ。どうした？いや、口に出すまいとは思ってたんだけどさ、めちゃくちゃ熱くないか。お前さんもそう思ってたか。溶岩の付近は一気に気温が高くなるからな。なるほど、だから俺たちでここに来たってわけか。ん？どういうことだ。アリスとファナティオじゃこの気温の中戦うのは体力的に厳しい、そう思ったんだろう。いや、ジョーちゃんもファナティオも体力的に問題はない。単にここへ来たのには目的があってだな。目的？一体何だ。温泉だ。え？温泉？そうだ、100年ぐらい前にこの山へ来たことがあってよ。その時に見つけた温泉が溶岩の近くにあってな、魔獣とカラントを切った後帰りに温泉に寄れりゃ一石二鳥だろ。ま、この辺りを探してもカラントがなければファナティオたちと合流することになるがな。まさか温泉に入りたいからこっちの道を選んだのか。温泉が近くにあるってのに入りもせずに帰んのは情けねえ話だろ。なんだか底が知れない力を持つ騎士長様かと思えば、温泉が趣味だなんて拍子が抜けるな。それにしても暑いな、体が内側から熱されていく感じというか。暑さにやられて天命が持たないってか。暑さには特別強くないけど、
俺は若いからあんたより天命に余裕はあるはずだぜ。十分知ってるぜ。なんせそれが原因であの少年に負けちまったわけだからな。そうだ、ユージはベルクーリさんとの天命の差にかけて相打ちを狙い一矢報いることに成功したんだった。ユージは頭脳派だからな。どうやれば強靭な騎士長に勝てるかを考え抜いたんだろう。あの少年の戦い方には終始驚かされっぱなしだったぜ。剣以外を武器にして立ち回り俺に近づくとはな。さしずめ、少年の師匠はお前さんってとこか、キリト。そうだけど、なぜわかったんだ。何度かお前さんの戦い方を見せてもらった。それで気づいたんだ。剣技を極めるだけでなくあらゆる方法を視野に入れて立ち回る。お前さんとあの少年の戦い方はそっくりだってな。随分といい弟子を育てたもんだ。正確には友情が勝手に育ってくれたんだ。それに友情は俺よりもっと強くなると思うぜ。おお、そいつは楽しみだな。あれはどうやらやっこさんのお出ましみてえだ。炎を吐く竜、溶岩から炎の新勢力を取り込んでいるっていうのか。どうやらそのようだな。しかも絡んだ周りを魔獣が取り囲んでいる。まずは魔獣を倒す方が先か。それにしても随分と敵の数が多いな。自信がないなんて勇気じゃねえだろうな。まさかどう攻めるかを考えてただけさ。そいつは頼もしいこった。んじゃ行くぜ少年、とっとと肩をつけちまおう。ああ、神髄見せてやる。お前さんの過去を切ったぞ。
お疲れさん。そっちこそどうにか片付いてよかった。よし、それじゃあファナティオたちに伝えに行くか。なあベルクーリさん、その前に少し聞きたいことがあるんだけど、いいか。ん？なんだ。さっきその人気で使った技について聞かせてくれないか。お前さんはこの技をどういうもんだと思った？そうだな、一見すれば連続技だが、その実は差し詰め数秒先の未来を切る剣ってところか。正解だ。この剣の名は時戦剣、つまり時をうがつ剣だ。こいつはもともとセントラルカセドラルの壁に備え付けられてた時計通信機の一部だったのさ。時計？なるほど、時計がリソースとなった神器か。だからこそベルクリの技は時を超えることができるっていうのか。ああ、今じゃ時継げの鐘が音で時間を知らせてるが、大昔はその時計ってやつが時を示していたらしい。なんでも世界が生まれた時から存在したっつう代物でよ。最高司祭殿はシステムクロックなんて呼んでたな。未来を切る技、それは剣を振るった瞬間に発生した威力を時間を貫いて保つことで可能となる。技の原理は連続技に近い、そう言いたげだな。ああ、連続技が連続するのは攻撃の時間的な幅を広げるからだ。だが連続技の一撃の威力は単発技に勝ることはできない。それに比べベルクーリさんの技は単発技で時をうかつ、つまり単発技の攻撃力と
連続技の命中力を両立させることができるってわけか。まさに無敵の技だ。察しがいいな。俺は聖望騎士の任についてから間もない頃、暗黒騎士どもに愚の根も出ねえほどやられてな。敗因はただ一つ、暗黒騎士は連続剣を使う。一撃の技を鍛えてきた俺に勝ち目がなかったってわけよ。そんで足りねえ頭をひねって考え出したのがこの完全支配術だ。どこが足りない頭だよ。未来を切られて勝てるやつなんてどこにもいないさ。もっとお前さんの相棒を忘れたか。まあそうだったな。あの少年は俺が切った未来とは別の未来を予測して動いた。大したもんさ。だがもし次に立ち会いをする機会がありゃ、今度は負けねえ。俺はこう見えて負けず嫌いってやつだからな。優勝に伝えておくよ。再戦はゴリゴリだって言うかもしれないけどな。ドラゴン、あ、いや、竜たちはどうしてこの溶岩地帯に集まっていたんだ。あ、いや、やっぱり質問を変える。あんたはそれをなぜ最初から知っていたんだ。ずいぶんと鋭いじゃねえか、少年。あんたこそ。なんてことはねえよ。100年前ここに来た時、同じ奴らと戦ったからだ。そんで今と同じように奴らはこの溶岩地帯で空間新勢力を補給して巣を作ってやがった。俺は奴らを根絶やしにしちまったからな。カラントが入る理由が生への執着ならここ以外考えられねえ。そうだろ。なるほど。最初から計算づくでここを目指したってわけだな。温泉なんて嘘だったのか。嘘はついてねえよ。温泉はあるし、ここが根城っつう根拠はなかったからな。はあ、なんというか、やっぱり一筋縄じゃいかないな、騎士長さんは。そういえば溶岩の近くに温泉があるんだろ。一体どこにあるんだ。すごい汗かいたからさ、俺も入りたくなって。ああ、すぐそこだぜ。あ、でもよ少年、その前にもう一汗かきてんだ。俺との立ち合いに付き合えよ。え、なんでだ。汗ならもう十分かいてるじゃないか。ま、無理にとは言わねえが、あの少年の師匠であるお前の技に興味があってな。実はさっき魔獣と戦っている時からお前さんと戦ってみてえと思ってたんだぜ。なるほど、そういうことか。吉祥殿が直々に立ち会いを申し出てくれるなんて光栄だ。お受けしよう、ベルクーリさん。よろしく頼むぜ。不器用なもんだな。手加減はできるぜ。
やるじゃねえか、少年。これが聖豪騎士団を率いる騎士長の実力か。絶対に今後も敵には回したくない相手だな。友情が、あんたを相手にして生き延びたのが信じられないよ。今と同じで加減をしたつもりはねえよ。だが、お前さんの件はやっぱり師匠っつうのもあって得体が知れねえな。時をうがつ技を放つベルクーリさんに得体が知れないって言われても説得力がないよ。そうか。お前さんの剣は誰よりも早く、そして強く切り込んでくる。その技と速さには限界がない。進化し続けることはあっても立ち止まることはない剣だ。この剣が最高司祭殿を打ち倒したっつうのも、氷協会がこうして変わっていったのにも納得いくぜ。変わったことが良かったのかどうかはまだわからないけどな。変化っつうのはそういうもんだろう。だが停滞の中にいた俺は、少なくとも今の時の流れは悪くねえって思ってるぜ。アリスの嬢ちゃんが俺の越えられなかった壁を越え、お前さんに心を開いたこともな。ね、まあアリスの真意はわからないけどな。見てりゃわかる。あんたと剣を交えてからの嬢ちゃんは目に見えて変わったさ。そうなのか。アリスはベルクーリさんのことをおじさまと呼んでる。あんたはアリスにとって父親みたいな存在なんだろうな。俺には子供なんていたことねえからな、そんなご大層なもんにはなれねえよ。ただあの嬢ちゃん相手に対等に話せる相手ができたっつうのは大きな収穫には違いねえ。なんだ、やっぱりお父さんみたいじゃないか。おいそいつは聞き捨てならねえな。まあ立ち話にも疲れちまったし、そろそろ温泉に向かうか。そうだな。じゃあ案内してくれよ。おじさま、キリト。やはりここにカラントがあったのですね。ご無事でしたか。おう、ファナティオニアリス。ちょうど報告に向かおうと思ってたところだ。そっちは大丈夫だったのか。はい、魔獣は私たちで問題なく倒せました。周辺を探索しましたが、カラントの姿がなかったのでこちらに移動してきたまでです。それにしてもこの辺りは暑いですね。ああ、なんせ溶岩のせいでな。だから温泉も湧き出るってもんだが。温泉？なあ、ここの近くに温泉があるんだってさ。それで魔獣も片付いたし、俺たちは一風呂浴びてから帰ろうってことになったんだ。あら、そうなの？じゃあ私も一緒に入ろうかしら。坊やの背中を流してあげるわ。えそんな。ほら、私も汗をかいてしまったし、カッカ、ご一緒してよろしいですか。ん？おう、お前さんがいいってんなら構わねえが。ベルクーリさんもなんで否定しないんだよ。この状況どうしたらいいんだ。それにさっきから誰かの冷たい視線が刺さっている気がする。そうですか、わかりました。おじさまはお疲れでしょうし、どうぞごゆっくり。副騎士長殿はお好きになさってください。麓の村への報告などがありますので、キリトは私と一緒に行きます。え、でも温泉が。まったくお前は。だがアリス、耳引っ張るなって。恥を知りなさい。お前、そんなにもファナティオ殿と弱みをしたいというのですか。そういうことじゃないって。鼻の下を伸ばすなど言語道断。行きますよ。分かったから耳持つなって。行きますから。許してください、アリスさん。あらら、ほんの冗談のつもりだったのに。まったく、アリスちゃんは素直なんだから。冗談もほどほどにしてやらねえと、キリトの耳がいくつあっても足りねえぞ。
まあ対等に話せる関係でもあり、喧嘩するほど仲がいいってことか。きっとそうですね。笑い事じゃない。